高い高い。はいどうも、タネダルクです。というわけで、今回は、コールオブデューティー MW3 のゾンビモードに、シーズン1のね、大型アップデートが来たということで、早速、いろいろと探索していこうかなと思います。まあ、とりあえず、まあ、適当に散策してるだけで、結構ね、いろんな新しい収穫要素あるみたいなんでね、特にまあ、目的とかはないんですが、新エリアとかね、ちょっとまあ、行きたいかなということで、早速、やっていきましょう。で、個人的にちょっと残念だったのが、ガンロッカーの拡張がね、なくてですね、まあ、一応なんか項目は分けられてるんですよ。報酬完了と、報酬の方ですね。まあ、こんな形で、分けられてて項目分けられてるんですが、まあちょっとガンロッカー拡張して欲しかったなと。でワンダーウェポンはこれ新しく追加されましたよね。多分前までこれなかったですよね。2つしかなかったんですけど、新しくね、あの下に向かってビューンって大ジャンプできる最強のやつがねゲットできるようになったということで、こちらも集めたいですね。あと機密の方もですね、エーテルブレードと、犬用の骨、そして黄金のアーマープレートが新しく追加されてるんで、これ辺もね獲得していきたいですね。でまあミッションの方が一応私第3章まで全部クリアしてて、新しくねこちら第4章が、追加されております。まあ異変を調査せよダークエーテルから、退出ってことで、ダークエーテル久々ですね、 BOCW 以来ということで、まあこの辺もちょっとストーリーも見ながらって感じでしょうか。まあフィールドアップグレードの追加は残念ながらないんでね、まあ BOCW みたいにちょっと数増えていくかなって感じだったけど、まあどっちかって言ったらこういうところの逆図、設計図っていうのが、追加されていくのが、まあ今後のアップデートの主流になってくるのかなと予想されます。では早速ちょっとやっていきましょうか。さあではシーズン1になった、こちら MWZ ゾンビモードの世界見ていきましょう。まあ、これの PV とか何も変わってないですね。まあ、あくまで新エリアが追加されたっていう。で、割とその新エリアも難しいみたいなんでね。まあ、しっかりと下準備してって形でやっていきましょう。さあ、今回ソロなんでね、しっかりと自己蘇生キットとか使いつつやっていくということで、はい、レベル3まで一気に改造、ナイスすぎる。で、あと、ジャガーの持ってないから、ジャガーの買ったりだとか、そこら辺も色々と集めていきましょう。いや、開幕、あれ？ソロ？なんかソロ多くない？なんかソロでマッチングしたらソロの人多いんかな？これ 2%、 いや 3% やわ。なんかさ、ソロでやる方増えたよね、MWZ。まあこの農法とかは、なんか違いあんのかな？あ、なんか、エーテルクリスタル出た。ありがとうございます。報酬とか上がったりとかしてへんよなぁ。まあ相も変わらず、弾ですね。なんか結構報酬し、おわ自己蘇生ナイス！報酬渋かったから、ちょっとレアリティ上げてほしいなって言ったそばから、自己蘇生キットはデカすぎる。あとなんか変更点で LTV が野良湧きしてるらしいよな。あったあった、ほら、LTV が野良湧きしてるんですよ。まあ通常ね、デリバリーカーゴとかでゲットできるはずなんですけど、まあこんな形で通常湧きでね、ちょっと車の数が増えたのかな。個人的にちょっとレーガンの強化欲しかったですね。やっぱ、レーガンが、もう全く、ね、火力が出てなくて、クロスボウの介護感やったから、まあ僕的にはレーガンの強化が欲しかったな。火力が低すぎる。レベル3でこれだからな。全然、他の、フルオート武器とかでレベル3の方が火力出てる気がする。あ、まだ自己層出た。やっぱ自己層が出やすいんかな？ソロやったら自己、そう、出やすいとかあんのかな？で、簡単に殺されましたね。ジャガノ今飲んでないから、こういう形で死んじゃうので、まずジャガノ飲まな。ジャガノ飲まな死ぬ！はい、これが野良湧きしだした LTV ですね。まあ、DMZ とかでおなじみだったと思うんですけど、はい、こちらがゾンビの方で新しく追加ということで、今までなかったですよね。いや、相変わらずレーガン微妙やな。マックス改造でこの火力か。せめてワンパンさせてほしいけどな。さあ、ちょっと出ないと思うけど、レベル3ミッションクリアしてみて、なんか出るかちょっと見てみよっか。ジャガーノグカーン、今いらないしな。リュックサック台、まあ。さあ、下準備できましたので、新エリア、こちら、ダークエーテルの、はい、こちら、裂目ですね。こちら行きましょうか。まあ、こちらがいわゆる新エリアなんですが、まあ、ぶっちゃけ言うと、過去作のウォーゾーンのマップの使い回しっちゃ使い回しですね。ダークエーテルの裂目さん。はい、到着しました。こんな形でね、嵐が吹き荒れてるんですが、特にま、ガスダメージとかはないんですよね。で、これなんだって言ったら、こういった形で台座がありまして、まあ、炎の台座ですね。炎のマーク。そして、雷、で、脳死ですね。で、最後は、氷結モッドといった形の、まあ、意味上げな台座がありまして、これはいわゆるイースタイクというか謎解きをしないといけないんですよね。で、まあ、軽く説明すると、炎のやつが犬のね、犬小屋あると思うんですが、そこに、まあ、モルドフだとかテルミット入れて餌あげたら、犬が出てきて、そいつを倒すと、首輪がゲットできたりだとか、これだったら確か監視カメラかな？デッドワイヤーつけて、クリスタル撃ってとか、まあ、そんな形で各、モッドをつけて謎解きをしないといけないんですよね。まあ、すでに海外勢だとか日本人の方も攻略してるので知ってる方いると思うんですけど、それを置いてあげたら、ここにね、台座というか、こう、ゲートが出てくるんですよ。で、そっから、裏世界に行けるんですが、一応これ初回の方でね、このミッション通信不良っていう、まあ、このミッションであれば、行けますので、あ、エンティティ、これサマンサのことかな。俺ちょっとそこら辺のストーリー軽くしか知らないにわかなんだけど、まあとりあえずやっていこう。
あー、待て、新エリアね。はい、これだから本来はあそこで謎解きしたらこれが出てくるんだけど、今回はこちらでできますよということで、早速ちょっと完全初見なんですが、ちょっと海外勢のとか見てきたんで、早速やっていこうかなと思います。さあ、物資は十分だ。さあ、こんな形ですね。異変に入るという。さあ、では入りましょう。異界に入る。タックマップに投票して、ダークエーテルのうんぬんかんぬんって書いてあるけど、まあ投票はね、僕一人なんで簡単にやっちゃいましょう。だから新エリア難しいとか、新エリアのボスが難しいらしいんだよね。そうだから、新エリア行くだけだったら全然、まあレベル3とかね、パッカーパンチしとけば問題ないよって感じらしいんだけど。さあ来ました、ダークエーテル。さあ来ました、こちらで。これ後ろにね、さっきのゲートがあるんで、本来であればここからじゃあ帰ろっかなと思ったら、うわーって崩れてしまうわけなんですよね。はい、だからさっきの入り口からじゃダメと。はい、え、何が見つけられへんので、一応これがレベル2らしいんだよね。あ、レベル2だね。なんで硬さ的には一応ね、ワンパンは取れるんですよ、レーガンで。難易度的にはね、まあって感じではありますが、ただ大量に敵が湧いてきたりだとかしますので、よいしょ、しっかりと策的やりつつやっていきましょう。で、こちらの脱出方法が、破られた封印を4つやれってことなんだけど、ちょっとここに関してはちょっとネタバレあるかなと思ったんで、海外勢のことが途中で止めました。うえー、めっちゃ来てるー、めっちゃ来てるー。まあ、とりあえず犬は優先的に殺しつつ、はいはい。で、こちらですね、まあ、見てもらうとわかるんですけど、アルマズラのね、下の方のところですね。マングラパイセン、こんにちは。はい、懐かしのね、アルマズラのところがマップになってるんで、まあ、使い回しっちゃ使い回しだけど、まあ、完全雰囲気の方はめちゃくちゃいいですよね。ザ・ダークエーテル世界みたいな感じで。で、これで何すればいいんだろう。マジでこっから俺初見なんだよな。あー、お前らほんまに。ちょっとデコイおさり。んで、封印は有効か。はい。あー、付近ゾンビを切る。なんかデッドワイヤーの封印だね。あー、なるほどね。さっきのなんか台座、あっちの現世で台座を起動するか、こっちの世界でこれを起動して、裏世界行くかのどっちかってことか。なるほどな。結構じゃあ簡単ですね。多分この円の中でキルしろってことか。余裕余裕、こんなの。はい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 。はい、終わりましたよと。ありがとうございます。星は？あ？ガラスの瞳が？あー、バイバーイ。あ、隠したっていうのが台座でイースターエッグで使うものか。これ新エリアもなんかイースターエッグあるんかね。なんかあるんやったら見てみたいけど。はい、完全に何にもないところ来ました。ただ特になさそうですね。え、なんもないんやけど。ただ無駄に広いだけか。え、マジで物資ねえなあ。ガラス壊せるんか。ほい。お、壊せる壊せる壊せる。うわ、 BOCW でもあったよね、このエーテルクリスタル壊して、何？中からアイテム出てくるみたいな、あったけど、まあ、特に大したもん出てこないだろうから、やばいやばい、この数やばいって。はい。大丈夫、無敵。危ねえ。普通にレベル2でさ、ちょっと苦戦しそうなの、草生えるんけど。はははは。さあ、次来ました。まずこっち行くか。うわ、懐かしい、ここのマップも。このマップも MW3 リミックしてほしいよな。このマップ好きやったな、普通に。で、次が、あ、パッカーパンチもある。ほら。パッカーパンチあるね、現地行っても。だからなんかこれマップの方にうっすらとさ、ほら、金を破壊しろのやつがある。お、行ける、行ってみよっか。はい、ゴホゴホエリア来たー。ゴホゴホエリア、うわ、ここロチカさ、 DMZ であったよね。何分以内に警報鳴らせっていうクソミッションな。毎シーズンやらされて、あれクソだるかったわ。まあそういったのがこちらの方でリメイクしてますよと。わ、水中ある。はいはい、これで終わり。オッケー、活動完了で、マックスアーモン。中には、はい、何もありませんよと。水中なんかあるかな？ DMZ はね、水中にボックスあったりとかしたんだけど、なんもねえな。はい、ということでやってきました。こちら、氷結モッドの方ですね。はい、有効。まあ、こちらでまたやるという感じか。はい、これでフィニッシュ。あ、日記だ。これもね、現世の方でゲットできるパーツアイテムなんですよね。さあ、3つ目の封印、炎。はい、これでフィニッシュ。さあ、最後の封印を有効化オンライン。ちょっとちょっとちょっと、お前ら、うわー、おさり。はい、オッケー。で、ダークエーテルから脱出せよって感じですね。はい、中を覗いている。はあ、そうなんですね。なんかある、めっちゃバチバチ言ってる。おー、こっち仕様の、このジャンプーってやつか。で、脱出地点 DMZ と同じなんだな。うわー、なんだこれ。え、こんなん出てくんの。ちょっと海外勢の動画最後まで見てへんから分からへんかったって。え、ゴームガント、うわ、これ、3章のあれやん。こんなレーダー撃ってきたっけーっていう感じなんやけど。でも周りのゾンビ、ふざけんの。ちょ、痛い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 
あ、これが来んのか。これ、たまたま。あぶれ。ほい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 。これ、レーガンじゃなくて、フロート銃の方が良かったパターンか。これ、早めにジャガノ切るか。ジャガノ切って、はい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 。はぁ、ふざけんな、これ。ワンパン出たー、これ。ちょっと、これ、もしかして、キルできるかもしれん。助けてくれ。うわー、ちょっとおかしいって。助けて、ジャガロート。ジャガロートリコパイセン。これで、なんとか、いけませんか。ジャガロートリコパイセン。全然削れへん。これ待って、ソロ結構厳しいかもしれんな。これ逃げてもいいのかな。全然削れへんな。ジャガーノートあと10個ぐらいないと無理やな、これ。アーマー巻きもいい。これ常にレベル3アーマーまで巻いたから、あかんパターンで。これレベル2のミッションじゃねえ。ショップどこ、これショップ。アイニージュショップ。アイニージュアーマー。は？これこうやって湧いてくんの？マジかよ。トイレ隠れるか。アーマーちょうだい？あった、ありがとう。まあ、体力回復せえへんから、ちまちまとやるって感じなのかな。いや、俺多分これ死ぬよ、これ。ゴームガントくん。ゴームガントくん強くない？君、ぶっ壊れって言われない？なんか下めっちゃ一生懸命這いずり回ってるんけど。一瞬そこにおるやん。いや、待って、これショップないときついで。弾補充する。ディスキルされるのがきついな。俺もう自己素ないから、これ。はい、避ける。はい、無敵。危ねえ。え、怖すぎるやろ、これ。ダクソかなんか？一回でも当たったら死ぬみたいな、ダクソゲーミングですか、これ。ゴームガント、ほら、ほら。いや、頑張ればいけそうか。うわー出たー、このゴームガントのこの上攻撃。あっぶねえ。レベル3章クリアしてなかったら回避できなかったぜ。おお待って、こんな死に方ありかよ。ウルパは出たけど、デコに投げて攻撃するか。いや、これいけるか？おい、デコは反応してへん、これ。は？え？飲み込まれた？なんか飲み込まれたんやけど。わー！どんな攻撃あんの？俺、三章の頃、そんな攻撃見たことないよ。あっぷれ、痛い。なにこれ、なにこれ。あー、ここアンチやろ、マジで。アンチやけどさ、全然ダメージ与えられへんもんな。来いよ来いよ来いよ。はい、もうこれさ絶対食らうんだけど。いや、それ効かんやろうけど使うわ。高い。ええー、ちょっとそれはずるいって。それずるいって。エーテルしろ。うわーちょっとむず。あれやな、パーティー組まなあかんな、これはさすがに。それか、あいつに効く武器を、最強武器持ってこなあかんわ。まあ、っていう形でちょっと脱出失敗しちゃったんですけど、まあまあこれが新エリアですよ、ということで。まあやりごたえまたありそうですね。まあこれぐらいちょっと難易度じゃないと、やりごたえがないんでね。まあ良かったんじゃないかなと思います。いや、いいね。ということで、またちょっとゾンビモードね、いろいろとやっていこうかなと思いますので、まあもしよろしければ皆さん通知が届くようにね、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。